先日行われたエルクラシコ、今回の動画ではそのセルヒオ・ラモスのクラシコでの素晴らしい場面をピックアップいたしました。まずは問題となった PK の場面を振り返りますが、その前に絶対に押さえておきたい場面としてこちらの場面があります。じっくりと見ていきましょう。22分のコーナーキックの場面です。ここからのカメラワークにご注目ください。ラングレが起き上がりながらこの不服の表情、そしてアルバの抗議するようなジェスチャー、さらにナチョが倒れています。そして睨みつけるようなラングレの目元、デヨングの困惑した表情、吹き出しをつけるなら正気の沙汰じゃない、こんな感じ。スローモーションで振り返りましょう。この時点でラモスとラングレがお互いをつかみ合っています。そしてボールに対してバルサのゴールキーパーネトがキャッチングを狙いに行きます。しかしそれをナチョが体でブロッキング。そしてこの後本題のラモスとラングレの部分、ここでラモスがラングレにプッシング、体を押し突き放します。プッシングに対してラングレはシャツつかみで対応。これによってラングレはラモスに突き飛ばされましたが、ラモスも一緒に引きずり倒すことによって同体となります。ボールは結局バランが頭で当て、こぼれ球をなんとかピケがクリアしますが危ない場面でした。圧倒的なコーナーでのインテンシティ、間近で見ていたデヨングとラモスをマークしていたラングレのこの表情にも納得がいきます。そして続いては問題の PK につながった場面を見ていきましょう。ラングレにシャツを引っ張られたラモスが倒れる。主審を務めたフアン・マルティネス・ムヌエラが VAR で確認します。スローモーションでこの場面もしっかりと見ていきましょう。先ほどと同じようにラモスのマークにつくラングレ、またしてもここでラモスが両腕でプッシング、それに対抗するラングレのシャツつかみ。ここまでは先ほどと同じ。しかしここからラモスはラングレのシャツつかみに対して両手を広げ空中でヘディングのモーション。しかし実際にヘディングのために空中にジャンプする瞬間にはラングレの手は離れていた。シャツが離れてからジャンプしている。もう一度別角度から、ラモスプッシング、ラングレシャツつかみ、そしてシャツから手が離れてからラモスジャンプ、いやダイブ、うまい、うますぎる。ラングレは先ほどの22分の競り合いでは後ろから思いっきりプッシングされました。それに対抗するためのシャツつかみでした。しかしラモスはシャツつかみに対してマリーシアで対応、恐るべき競り合いの駆け引きと強度。主審フアル・マルティネス・ムヌエラは PK のジャッジを下します。ラモスの最高レベルの駆け引きにラングレのこの表情、そしてラモスのこの PK、キックモーションを途中でスローにしゴールキーパーネトを先に動かそうとします。しかしネトはそれに惑わされずに限界までキックが放たれるのを待つ。ネトがラモスのキックモーションに釣られていないことを確認し、ラモスはゴール左隅にノーステップの強力なシュート。 PK でもネトとの駆け引きに勝ちゴールを奪います。明らかにトレーニングを積んだ PK、 アタッキングディフェンダーとしての技術を見せつけます。ちなみにこの PK の直後にもマドリーにはコーナーのチャンスがありました。私は先ほどラモスに出し抜かれたラングレがどのように対応するか注目しました。こちらの場面もじっくり見ていきましょう。バルサはゴールキーパーの前に2人のゾーンマーカーを配置、ニアサイドにはスピードのあるアルバがショートコーナーに対応し、ファーには身長リストで最もランクが高くハイボールに強いピケがボールを弾き返す。あとはすべてマンマークだ。マドリーは4人がヘディング要員でボールに飛び込む構図。 D のエリアの2人はこぼれ球からミドルシュートを狙う。この場面でもラモスとラングレの部分にフォーカスを当てて見ていきましょう。まずはカゼミロとベンゼマが中央に入る。この時バランの視野に注目してほしい。バランはボールでもなく対峙するブスケッツでもなくラングレを見ている。時間を進める。
ここでラモスが一瞬ラングレーをまたもプッシング。この場面だけ切り取るとまるで相撲。ラモスに振り切られないようにラングレーもシャツを掴んでいるように見える。しかしここで狙いすましたようにバランがラングレーにブロッキング。まるでラグビーのタックルのように両腕で対峙するブスケツとラモスをホールディングしているようにも見える。そしてラングレーから解放されたラモスはフリーで中央へ。この密集の中でも一切の接触がなくボールに合わせることができる状態が整った。しかしこの場面ではラモスがボールに触る前に唯一マークを持たないハイボールの名手ピケがなんとかクリアに成功。ボールがあとほんの少しずれていたらラモスがフリーで強烈なシュートを叩き込んでいただろう。恐ろしいまでのセットプレー戦術。ここからはこのクラシコからラモスが見せた数々のラモスらしいパフォーマンスを振り返っていきます。まずはラモスのビルドアップ能力から。セットプレーからの組み立ての場面、ロングキックフェイクからワイド、ビニシウスへの縦パス、もう一度見てみましょう。このキックフェイクにベンゼマが合わせる。これにより実際にボールを動かさずしてディフェンスラインを5メートルほど後退させた。ディフェンスラインにギャップを作り、バイタルの面積を拡大させている。完成されたキックフェイントはこれだけの戦術的価値を見出す。そして再びもらい直すラモス。この時もバルサのゲートに対するポジショニングができている。十分にメッシを引きつけ、1列目のセンターゲートを担当しているクロースへ。しかし、レアルはピボーテが構えるはずである中盤のボトムにスペースを作っている。よってこの形ではサイドからの組み立て。再び右からのサイドチェンジの場面。メッシとファティの運動量のギャップにより広がったバルサの1列目のセンター。素早くポジションを取り直し1列目のサイドゲートを狙うラモス。うまくゲートをドリブルで突破。中盤のボトムに侵入してからもバルサの中盤のインサイドゲートを狙いドリブルをします。バルセロナの右サイドハーフペドリが寄せてきたため逆にオープンになったビニシウスへ合理的なパス。その後もラモスはファティの寄せにより狭まっていくゲートに対してポジショニングを取り続け、ワンタッチのパスでサイドのボックスに構えるメンディにボールを預ける。ラモスはぶつかり合う対人戦だけでなく組み立てでのインテリジェンスと技術も持ち合わせている。このクラシコでは他にもラモスの最もらしいプレーを見ることができました。こちらはラモスのカバーリングが光った場面。バルサのコーナーからの流れ。この時レアルのディフェンスラインにギャップができている。そのスペースをコウチーニョとファティが狙う。ボールが出されてから懸命に戻るライトサイドバックバスケス。波の選手の反応速度ならファティにシュートを打たれたかという場面だが、ラモスはサイドバック裏にめがけて即スプリント。そして体を投げ出しボールを外へ。その際ファティの背中に手を当てぶつかる。足を出すと同時に手を出す。クリーンとはかけ離れたダーティーなプレー。こんなセンターバックを相手にプレーするのは心身ともに疲弊してしまうだろう。波の選手ならその強度と気迫に圧倒されるはずだ。次の場面もラモスの瞬発力や敏捷性を表す場面。ファティの仕掛けに対してほとんど遅れることがなく即反応。ファティに股を通されはしたものの、シンプルにラモスの反射神経の速さが現れた場面です。次の場面、右サイドの密集からバルサ、デストが中に仕掛ける。危うくワンツーが決まりかけますが、デストはラモスにぶつかり失速。プレーは失敗に終わりました。ファールを主張するバルサ。ラモスはシミュレーションをアピールし、デストに対して立て立てとジェスチャー。何気ない場面に見えてもスローで見るとラモスが意図的に腰でぶつかりに行っていることがわかる。ファールではないと言われればファールではない。しかしオブストラクションと言われればそうだ。このような微妙なラインのプレーを次々と繰り出してくる。圧倒的なスピード、強度、うまさ、あざとさ。今後も最強のディフェンダーに注目しましょう。